対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがランドロス、バシャーモ、メタグロス、カプリキで、ボルトロス、テッカゲアということで、ボルトはまあまあ刺さってますね。ボルトロスから入りますか。ボルトから入ってきついやつ、きつくはないけど、まあグロスが重たいのでハッサムは出したいところですが、おそらくかぐやかバシャーモは来るのでそこは難しいところ。まあレヒレを投げるのはありかな。ボル、グロスに対して一方的に弱いわけでもなくて、まあまあ重たいバシャーモにも強い、そして何よりかぐやに対して強引にガーディアンでアローラブッパができるので悪くないと。でラストなんですが、ハッサムがまあ欲しいっちゃ欲しいな、欲しいといえば欲しい。ハッサムで行くか。マンムーもボルトランドを並びにはめっちゃ強いけど、それ以外が微妙ですよね。これで行きますかね。ほい、はい、では対戦よろしくお願いします。マンムー少し欲しかったけどな。ボルトから入って、嫌なのがボルトから来るパティーンですね。ランドから来た、オッケー、これはいいぞ。多分リザードンが相手からしたらそこそこ重たいんで、ステロを巻いてなんとかしようという考えでしょうね。ここは一旦目覚めるパワー氷で、ノータイムバックする場合はまあないか。オッケーオッケー、おっと一撃、あーこれスカーフでしょうね。バシャーモ、まあ、こいつは多分剣舞か。剣舞だとちょっと厄介、メガバシャーモの剣舞だったらとりあえずいいけど、そうスカーフボルトの弱いとこ出たな、起点になりやすい。ただバシャーモじゃなくてグロスかなと思ったんだけど、バシャーモでしたね。まあレヒレがいる分まだマシかな。まあ、相手ステロ負けてないので、こっちのサスケマンムーとかいろいろ重たいポケモンは相手視点からはいますね。ここでパシャーモン投げてきたとしても、で交換忘れ、まあ、剣舞の可能性が濃厚ですが、メガパシャーモンであればとりあえず問題ない。あ、メガパシャーモン OKOK だったらいいや。膝、おっと普通に殴ってきましたね。これマンムーとかの辺読んだのかな、タスキマンムー読みとかですかね。いやそれはないか。ブリメガバシャーモに対して、まあ波乗りの方が無ブリだったら入るな。最低ランス引く以外は波乗りの方がダメージ出るので、ここは波乗りで、ラストかぐやとかですかね、守る。ああまあ普通に Z 読みとかかな、これはかぐや以外だ、まあ、かぐやでもまあ大体いけるな。いやめんどくさいのがラス1レヒレの場合ですかね。ここは波乗りで、ただスカーフボルトのいいところが今回最近採用してるので、あーそういうやつか、ちょっとこれは微妙かもしれんぞ。ラストによってはボルトか、波乗り丸巧み型かな。ガーディアンでアローラでヘドロウェーブ、丸巧み型じゃないのか、一発耐えてくんねえかな。よしよくやった、これはでかい、全力の Z 技で削って、お盆でもないね。オッケーオッケー、そっちの方がありがたい。でここは波の入り、こっちのボルトロススカーフなのでバシャームの1加速じゃ抜けないんですよね。でボルトロスがボルトワンパンすること不可能なので、最近でこだわればいい。これ最近採用がいきますね。で最近だとメガバシャームは、私ほぼ倒せなかったような気がしますが、まあ、ただあの乱数で落ちるぐらいのダメージが出るということで、ハッサムのバレパンで仕留められますね。でここはボルトロス、ただ相手はもうこれ2連守る安定だから2連守るしてきそうなんで、それが一応の負け筋ですね。ここは再起ね、
相手はここ電気技押せないと思ってるから、え、おっそバトンしてそれくらい、これ HC とかだな。 HC の悪巧み型だけど Z っぽいですね。電気 Z をボルトに仕方されるのをちょっと嫌った感じかな。悪巧みがなくて高速移動とかかもしれないけど、2連守る以外は勝ち。再起ね、はい、頼むぜ。ここまでやったんだから勝たせてくれ。最近ちょっと運がないからな。そのシーズン前半で運が良かった分、シーズン後半は運悪めですからね。ちょっとここは頼むぜ。よしよしよし、これでほぼ勝ったはず。今めっちゃ噛んだな、興奮しすぎて噛みましたね。まず乱数一発ぐらいのダメージがあるんですね。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがギャラドス、ポリッツ、ユクシー、あいつなんだっけ、ミミッキュ、月光がアーゴヨンということで、マンムーの刺さりはまあまあ、まあ、ボルトマンムー何かでいいだろうな。ミミッキュを考えるとハッサムか、まあ、ハッサムは悪くないですね。これでいきますかね。うん、ちょっとあれか、ギャラか重ためか、まあでもどうしようもないレベルの重たさではない。これでいきましょう。では対戦よろしくお願いします。相手多分ユクシーでさ、ステロ巻いてからアーゴヨンとかギャラで全抜きしてくるパターンのあれでしょ。月光がこれは OK、 こいつがいるからマンムから入らなかったところがあるので、でここは、ボルトチェンジで OK。 ウェカトール、タスキか何か分かりませんが、このボルチェンはそこそこ OK。 これはでかいですね。マンムーからだな。本当はハッサムから入りたいんだけど、あのアーゴヨンの場合に隙を許しちゃうんで、ここはマンムーからいきます。アーゴヨンから来た、タスキなのかな。ここつぶてで、ここつぶて一発入れるときは絶対にハッサムで勝てるんで、で氷のつぶて強これが玉つぶての火力なんだよな。バイバーイ。でキャラだったら、ボルトを投げます。ミミッキュか、もう勝ちですね。相手今季初の冷凍2戦時だったけど、こっちのパーティーが相性が良すぎて一方的なバトルになってしまった。つららばりで強すぎてすまんな。剣の舞、はい、いやもう関係ないんだよな。ここでつららが入る以上ね、ハッサムのバレパンケンネにはドアガイテも入るので、これがマムの強いところですね。連続技があるんでね、このミミッキュに対してバッキンのカボを剥がしつつプラスの動きが取れるということで、かなり強い。これは持ってきたポケモンの肩が刺さりすぎていたな。しかし2回ヒットだが関係ねえぜ。ここは、一応氷のつぶてにしとくか。おい、まあ降参してきそうだけど、なんかないってもどうしようもないでしょ。お、一応やってくるみたいですね。もう一回剣舞つむきかな。あー、シャトークロー、はいはいはい。そしてここで満を持して登場、絶望のハッサム。まあ、相手のパーティー結構流行りのポケモン、月光がポリッツアーゴヨンっていうのが入ってる中に、この干渉はなかなかでかいですね。動画的にはあんま生えなかったけど、でバレットパンチで、ほい、対戦ありがとうございました。干渉、ほい、対戦相手の方が見つかりました。うわ、来てしまったな。ルカリオ、あいつが今回のパーティーで一番めんどくさいポケモンですからね。さあどうしたものか。マンムーから入ると月光河から来た場合がめんどくさいんだよな。まあ、ボルトから入るのが一番ですかね。カバにキャッチされた場合も、まあ、マンムーに引けばとりあえずはいい。カバンムーレヒレが一番いいと思うんですよね。積む月があるんであればリザードンだけど、まあ、レヒレ来そうだしな。レヒレじゃない、ルカリオ来そうだしね。この選出にしておきますか。ほい、はい、対戦よろしくお願いします。なんか今んとこ6連勝ぐらいしてるから、この勢いでレト2000乗りたいとこだな。今1970ぐらいまで上げたんですよね。
あと動画内でレートが結構低かったりするして、まあもともと高くなかったんですけど、動画はなんだろう、あれ結構時間差があるので、その日にそのレートだったわけではないですね。まあ、強かったっていうわけじゃないんですけど、一応ね宣言しておくと、その日とかその1日前とかにそのレートだったわけではないです。でボルトチェンジタスキか、はいはいはい、霧の可能性あるからここマンブルに引きたくないな。レヒレで、レヒレ消耗しても良くないけど、まあ、ここはレヒレでいいでしょう。レイビーだった場合に美味しいかな。激流の場合ここ多分水技打ってくるんですよね。ハッサム読みとかで水技打ってくる可能性があるので、あ、レイビーか OK だったらマンムーでよかったけどな。まあしゃあねえ、次のターンにレヒレをワンパンする技は無理なはず。ダストでも多分この HP なら耐えますね。ということでここはムーンフォースで草結び、まあレヒレには入んないかな。スイクには入るけど黄色は多分いかないですね。行きましたね行きましたね、はい。でこれで月光が倒して、で何が来るかだな。ルカリオの場合は少々厄介、リザードンか。リザードンだったらいいよ。どっちなんでしょうねこのリザードンは。ガーディアンでアローラで X か、 OKOKX は多分ワンパンできないでしょ。それかなんか倒す方法があるのかな。強引に竜舞とか剣舞積んでくるみたいなパティーンか。これは落ちそうですね。どうだろう、耐えたら偉いけど、耐えた強い。ナリパン持ちってことは多分回復技ないんでボルトで倒せますね。で回復技多分ないのでここはムーンフォースでいいかな。ほい、これマムロ潰ていけんないかな。フレアドライブ、はい、一応ダメ消しとくか。絶対落ちると思うけど、氷の粒で潰てで落ちるんだったらさっさと落とした方がいいので、あーまあ落ちそうですねこの HP だったら。多少耐久っても弾持ってるんで多分倒せるでしょう。でここは氷の粒でラストが何であれ大体勝てるな。これはルカリオがいないのはもう分かってるし、カバルドンも、うん、まあ、カバルドンもきついでしょうね。だからそもそもこのリザードンがマンムにもボルトにももう勝てないのでどうやってもきついはず。でリザードン処理して、でかぐやが来たらはたきかな。かぐやのビーストブーストだけちょっと負ける可能性があるけど、このマンム火力あるからな、簡単にはいかねえぞ。鉄かぐやか、うん、Z の可能性あんのかこいつ。高速移動の場合負けるかもしれない。さっさと引くか。それ高速移動からの Z 技で負けるかもしれないからさっさと引こう。確か1回高速移動積まれても大丈夫だったと思うので、うん、この方がいいはず。多分ね。で1回10万ぶつけてつぶて落とせばいいからな。残飯の場合はそもそ も大体勝ちだしね。もうだからこれでいいと思うんですが、どうなることやら考えてますね。でもここ考えてもあんまやることなくねえか。わかんない、なんか秘策があるのかもしんねえ。ボルトを一点読み、イワゼットとか、イワゼットの場合負ける可能性あるなまあでもこれ高速移動とかの方が採用率って高いはずなので、ここはボルトロスへ。あーそう、高速移動でボディーパーティー、そうそう、これ高速移動じゃねえわ、ボディーパーティーですね。あ、オッケーオッケー、ここちゃんと読んでよかったですね。でここは10万ボルトで、オッケー、そうこれ積まれてもこっちの方が早いんですよね。だからこれで正解。あ、オッケー、一撃か、強いな。対戦ありがとうございました。